山山山山山系チャンネル。はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、山氏です。今日はゴロッと古典単語ボリューム18ということで、ようやく18回目ですね。今日の大学共通テスト品質単語の6つはこちらになります。下ろす、表を起こす、泳づく、泳すぐ、かこつ、かしこし、かしづく。はい、じゃあ、1番から。お金を下ろして出家する、下ろす、出家する、ね、はよし、お金全部取った、よし、これで家を出れるぞ、出家する、ね、表を起こす、表を起こすと名誉を回復する、うん、ここを出れば、ね、名誉が回復できるな、なんかやったんですね、多分ね。はい、泳づく、泳すぐ、泳すぐ、ね、泳よとすぐ大人になると、ね、まあ泳ってやっててもすぐに大人になるよっていう、だからまあちゃんとやりなさいよっていうことですね。過骨、過去が辛いのはお前のせいだと嘆く。過骨ね、お前のせいだって書いてありますけど、他人のせいにするっていう意味ですね。はい、嘆く。賢し、かしこまる死を見て、非常に恐れ多い。かしこし、非常に恐れ多い。はい、かしづく、お菓子作りの弟子、大切に育てる。かしづく、大切に育てる。はいね、お前はお菓子の才能があるからちょっとしっかり育てようっつってね、大切に育てるわけですね。はい、じゃあ、今日はこの6つをやってきましたので、次ボリューム19やってきましたので、ぜひそちらもご利用ください。それでは。